最新情報ながらでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日エタペです。おはようございます。サーバックスの加藤です。毎日たくさん流れるエタベースのアップデート、電車に乗りながらご飯を食べながらちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。さて、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は7月の17日、6件のアップデートがありました。一つずつ見ていきましょう。まずは一つ目。Amazon EFS のコンソール画面が更新。ファイルシステムの作成と管理が簡単に。はい、EFS、まあ NFS のマネージャーサービスですが、こちらのコンソール画面のアップデートがありました。で、今回のアップデートによって数クリックで推奨設定のファイルシステムが作成できるようになったよというのと、あとはファイルシステムの動作の管理が簡単にできるということで、まあ、クラウドウォッチとの統合ですねがされて、アラームの表示だったりとか、またスループットと IOPS の使用率を表示するダッシュボードが表示されたりとかっていうようなアップデートが入っています。では次行きましょう。 Amazon EFS の自動バックアップを発表。はい、EFS に自動バックアップの機能がつきましたよというアップデートになっています。正確に言うと、今まで AWS バックアップを使って EFS のバックアップの設定を自分でしなきゃいけなかったんですけれども、今回、コンソールのアップデートと、並行して、コンソールがアップデートされたことによって、新しく作った EFS に AWS バックアップを用いたバックアップ設定が勝手に入ってくれるようになったっていうアップデートになっています。デフォルトが推奨値で設定されて、日時のバックアップで、バックアップの維持期間が35日っていう設定が入るようです。またですね、既存の EFS があった場合には、ステータス編集してチェックボックスにチェック入れるだけ、あとは API1 個叩くだけで既存のファイルシステムの自動バックアップの設定もできるということなので、まあ、この機会にですね、自動バックアップつけてみるといいんじゃないでしょうか。ということで次行きましょう。ランバーヤードベータ 1.25 が利用可能に。はい、ランバーヤード、もしかしたら見なじみがないかもしれないんですけど、クラスプラットフォームの 3D ゲームエンジンですね。Amazon が出しているゲームエンジンなんですけれども、こちらのベータ版の 1.25 というバージョンが出ましたよというアップデートが来ています。クライエンジンというゲームエンジンをベースにしていて、ただ、エンジンの利用料がかからない、AWS の利用料のみがかかるっていうライセンス体系が特徴的になっていますと。で、これのベータ 1.25 が発表されたことで、スターターゲームっていうそのサンプルのプロジェクトを作る機能みたいなのがあるみたいですが、そちらがアップデートされたりとか、あとは UI がアップデートされたりとか、新しいホワイトボックスツールっていうのが導入されているようです。ちょっとゲームエンジンあんまり詳しくないので、何ともわからないんですけど、まあ、そういうのが入りましたよっていうのと、また120を超えるバグフィックスが入りましたということで、まあ、ゲームエンジンですね、ゲーム作りたいっていう方でランバーワード利用してるっていう方いたら、まあ、ちょっと見てみるといいんじゃないかなと思います。では次行きましょう。 Amazon EC2 VM インポートエクスポートが Rel8 と CentOS8 をサポート。はい、EC2 VM インポートエクスポート、 VMIE なんていうみたいですが、仮想化環境からエクスポートした VM をインポートして AMI として利用したりとか、逆に AMI から VM をエクスポートしてあげたりとかっていうのができる、まあ、仮想化環境のですね、インポートエクスポートが簡単にできるサービスですが、こちらが Rel の8、CentOS の8に対応しましたというアップデートです。正確に言うと8、8.1、8.2 の3バージョンにそれぞれ対応しているということなので、まあ、これら使って仮想化環境を立てている方いらっしゃいましたら、まあ、簡単に AMI 作れるようになったよということで、まあ、見てみるといいかがでしょうか。ということで次行きましょう。Amazon MQ が新しいインスタンスタイプ MQ-T3 マイクロをサポート。はい、Amazon MQ ですね、Active MQ 向けのマネージド型メッセージブローカーのサービスですが、こちらのブローカーインスタンスのタイプとして新たに T3 マイクロをサポートしましたというアップデートになっています。今までですね、 T2 マイクロしか対応してなかったんですけど、新しく T3 マイクロにサポート、T3 マイクロもサポートしたということで、まあ、8% から 13% 程度のコスト減を実現できるとのことです。まあ、開発用のワークロードですね、使ってみるといいんじゃないでしょうか。ということで次行きましょう。Amazon クラウドフロントが新しいセキュリティポリシーをサポート。はい、CDN のサービス、クラウドフロントですね。こちらのセキュリティポリシー、
SSL とか TLS、SSL、TLS 通信時に利用可能なプロトコルと暗号を定義し、暗号化方式を定義したものになりますが、こちらに TLS バージョン 1.2/2019 というのが増えましたよというアップデートになっています。で、これによって、よりセキュアな暗号化方式のみに対応するように、暗号化の対応している方式を減らしたっていうアップデートになっています。なので、まあ、新しいブラウザーとかを基本的に対応したいっていう場合には、こちらを使うと。またですね、今後新しく作ったディストリビューションの、対応している、ディストリビューションで使われるセキュリティポリシーは、この TLS バージョン 1.2/2019 っていうのがデフォルトになるようなので、まあですね、内容について確認しておいて、想定している利用環境に合っているかっていうのは確認しておくといいんじゃないかなと思います。ということで以上6件アップデートを見てきました。続きまして新しいリージョンで利用可能になったサービスを確認するリージョンアップデートを見ていきましょう。アジオソウルリージョンで4つ目のアベラビリティゾーンが、アジアシドニーリージョンで AWS IoT アナリティクスが、アメリカガブクラウドリージョンで Amazon RDS4 SQL サーバーで AWS マネージドマイクロソフト AD サービスを使用した Windows 認証がそれぞれ利用可能になったというアップデートが来ています。ということで以上7月17日のアップデートでした。さて内容確認してきました。今回は EFS のアップデートを取り上げてみようかなと思います。今回のですねアップデート2件ありました。コンソールの更新と、自動バックアップの設定ですが、まあ、両方ともですねコンソールのアップデートとそれに伴う改善っていうような感じですね。コンソールでポチって設定した時のデフォルト値がなんかいろいろ設定できるように、設定されるようになったよっていうような感じなので、まあ、EFS 自体がすごく良くなったっていうよりは、まあ、どっちかっていうとコンソール画面が良くなったっていう感じではありますね。ちょっと EFS の話と言いながら余談ですけど、コンソール画面のアップデートがまたなんかどんどんコロ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 といろんなところで出てきてますよね。なんか最近、ちょっと前かな、だと S3 のコンソールがアップデートされてるのが確認できたりとか、あとはなんだろうな、まあなんか細かいアップデートがいろいろとコンソールにも入ってきていて、コンソールもね、ちょっとずつ使いやすくなってきたなっていうのと、今のデザインにちょっとずつ慣れてきたなっていう感じもしますよね。なんか初めて出てきた時はなんかすげえ変わったなっていうので、ちょっと違和感もあった人も多かったんじゃないかなって思いますけど、まあこれから先ね、どんどんこのフラットな、なんていうのかな、デザインに変わっていくんだろうなとは思うので、慣れていくべきなんだろうなとは思いつつ、ちょっとこれは余談ですね。で、EFS 周りがですね、最近結構アップデートがいろいろと出てますよね。ECS、コンテナ環境に対応したりとか、つい最近ラムダに対応したりとか、あとは、まあ、地味だけど便利なところだと、バストモードの最小スループットが向上してたりとかっていうので、まあ、結構ですね、いろんな環境で使いやすくなってきてるんじゃないかなっていう印象があります。特にラムダとかコンテナとかは、ステートレスなね、アーキテクチャを組むっていうのに適しているサービスになるので、そのステートを持たせるという意味で EFS が使えるとまあまあ便利なんじゃないかなという気がしますね。今までだと、まあ、データベースを使うという方法か、あとは、まあ、S3 みたいなそのストレージに保存するかみたいな感じだったんですけれども、 S3 だとどうしてもなんだネットワークマウントして使うわけではないので、その分のなんかいろいろとオーバーヘッドが発生したりとかっていうんでちょっと使いづらい部分があったりしたんですけれども、まあなんか速度が重視されるような場面とか、分散型でストアと処理基盤を分離したいみたいな場合には結構 EFS 使いやすくなってきてるんじゃないかなっていう印象があります。とはいえですね、あまりこう乱雑に使えるもんでもない、ラムダのアップデート、ラムダの EFS 対応のアップデートの時にもちらって喋りましたけれども、使いやすくなったからといって、今までのユースケースというか、ベストプラクティスがまるっと変わるっていうような感じでもないかなという印象でもありますね。個人的には、結構最近は、コーパイロットとか DockerCLI から、ECS にデプロイできるみたいなアップデートがあったりとかして、コンテナ周りのアップデートがいろいろと来ているので、なんかそれと組み合わせて EFS 使えるといろいろと便利そうだなというふうに感じておりますね。はい、ということでですね、
まあ、今回のアップデート内容としては、コンソールの画面の更新っていうことなので、まあ、ぜひ新しいコンソール画面見てみて、使いやすいかなって確認してあげるといいんじゃないでしょうか。ということで、今回の、毎日選べる人は以上にしようかなと思います。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。また次回毎日 AWS お楽しみに。ではでは。